はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第157回でございます。今回テーマがですね、新シリーズに込めた思いっていうのと、下がちょっと珍しく3行あるんですけど、志望校を変えるべきっていうのと、8月23日の18時からイベントに出ますっていうのと、最後は重要と書きましたが、質問相談についてという感じで話していきますので、よかったらお付き合いください。ちょっとね、深夜に撮影してるので、若干小声というか、おとなしめのテンションで喋りますけど、元気ないわけじゃないんで、よかったらね、お付き合いください。じゃあ、行きましょう。今日ですね、8月21日にアップしておりますが、今日の16時かな、多分、英語の新しいシリーズを始めました。もしかしたらね、見ていただいた方もいらっしゃるかもしれないんですが、英語の並び替えというタイトルのシリーズです。もうそのまま並び替え問題なんですけど、もしね、見てない方がいらっしゃれば、ちょっとパラッと見ていただけると嬉しいんですけど、受験対策という名前で本当は始めようと思ったんですね。で、実はもう一本、新シリーズを考えてるんですけど、近いうちにアップしようと思ってるんですが、ただ、受験対策としては思ってアップしてはいるんですけど、それだけではないので、英語に関しては受験対策という名前はつけずに、きっかけ英単語も、ね、英単語っていう意味でね、きっかけ英単語かっていう名前で始めましたけど、並び替えっていう問題を、これはすごいまったりペースのアップにはなっちゃうんですけど、準備がね、すごいこれ時間取られちゃって、なかなかね、サクサクっと作れないんですけど、出来次第、ちょこちょことアップしていこうとは思ってるんですけど。で、その新シリーズが始まったと。で、そこに込めた思いっていうのを今回喋ります。実はですね、アップしているのがその8月21日の16時に皆さんの目に触れれるようになっていると思うんですけど、このダラダラジオを撮ってるのは8月20日の深夜に今撮ってるんですよ。だから、アップして、みんなのリアクションがまだわからないんですね。非常に不安です。これはもういつものことなんですけど、新しいシリーズを始めたりするときっていうのは、やっぱりものすごい今でも不安になります。はい。で、何が不安かって、やっぱりどういう風にみんなに受け取られるのか、どういう風に感じるのかっていうのは分からないので、だから、あえて、みんなからこう、ね、コメントもらってね、それは多分、いいコメントもあれば、ね、批判というか、その反対のコメントもあると思うので、もちろんそれは両方ちゃんと読もうと思ってるんですけど、それを見る前に、自分がこういう思いを持って、このシリーズ始めましたと、こういう思いを持って動画撮ってますっていう感じにも、ちょっと繋がるんですけど、そんな話をしてもいいですか？してもいいですかって聞かれても困るよね、みんなはね。で、どんな思いかっていうと、きっかけ英単語をね、始めた時もそうなんだけど、やっぱり、塾講習やってる時から、英語につまずいた子って、ものすごいやっぱ、英語って苦痛でしかなくなるんですよ。で、これはね、数学とか理科とか社会の方が取り戻しやすいの。科目としては、英語が一番きつい、やっぱり。一回苦手っていうところに入ってしまうとね。で、これはなぜかっていうと、やっぱり、理科も数学も社会も、ね、苦手な子にとっては苦手、もう苦痛でしかないかもしれないけど、でもそこに書いてあることは読めるじゃないですか。なぜなら日本語だから。でも英語ってのは当然英単語とかがある程度わからないと、もう何書いてあるかさえも不明なんだよね。だから今、俺もそうだけど、俺はもちろん、例が出なかった今。ポルトガル語とかでもいいですけど、書いてあっても何も読めないじゃないですか。その授業をしてる感じですよね。何も読めない、何もわからないっていう。だからそういう世界に入ってしまうと、そういう子をたくさん見てきたから、自分はやっぱ個別指導の塾にいたので、基本的には苦手になってから入る子のが多いの、個別指導っていうのは。これはもちろん俺の勝手なあれだよ、経験から思うことですけど、で、進学塾とか集団塾の方がそういう子のが少ないんです。そう、個別指導の方がやっぱり苦手になってからやっぱ取り戻したいと思って入る子が多くて、そういう子が多かったのね、すごく。でも、まず英単語を覚えなきゃいけない。で、英単語を覚えたからといって、それはまず読めるっていうところのスタートだから。じゃあそこから文法を覚えて、熟語を覚えて、こういう問題演習やってっていう、もう何段階も進まなきゃいけないんだよね。で、やっぱ英単語を覚えただけじゃ得点は上がらないし、そこからたくさんの練習をしてやっと上がるみたいな。そう、だから大変なんだよね。そう。で、自分はもともと、文法に関しては、中学校で習うものは全部取って、多分抜けはないと思うんですけど、ほとんど。で、取り終わっていたので、で、きっかけ英単語をすることで、何かのその名前の通りだよね。きっかけ、英語を
得意にするとは言わないですけど、苦手から抜け出すきっかけになってほしいなと。で、その一環で今回並び替えも始めました。だから、最初の、その第一弾の動画の時にも言ってるんですけど、すごい難しい問題とかをするつもりはないです、今のところ。はい。たまにね、ちょっと、あれ、なんかこれ難しくね?みたいなのを、ポチョッと入れるつもりはいるんですけど、でも基本的にはやっぱり、その問題を解くことで、自分に、例えば足りないものを忘れてたものを気づけてるとか、気づけるだとかさ、あ、こういう熟語あるんだとか、あとは根本的にこういう風に並べ替えて解けばいいんだ、みたいな。もちろんね、自分は英語が専門ではないからさ、合う合わないはあると思いますけど、そういった思いを持って撮ってます。で、きっかけ英単語に関しては、できる限り余計なことを喋らないっていうスタイル。まあこれは本編の動画もそうなんですけど、自分は雑談とかは授業中に入れないっていうのを決めてやってるんで。で、きっかけ英単語ももちろん雑談とかは入らないんですけど、ちょこちょこ余計な話をします。見ていただいた方はわかると思うんですが、今日3問しかないのに、多分14、5分あったかな、確か。10分超えてるんだよね。あれ多分答え書いてちょっと解説するだけだったら8分ぐらいで終わるんですよ。全然。でもそこに多分こういう風に考えてほしいとか、こういう考え方もあるよっていう紹介だとか、あとはこの問題を解くことでこういったとこも、問題とは関係ないんだよ。関係ないんだけど、こういった知識もゲットできるんだよみたいな余計なことをいっぱい喋ってる。で、これは、きっかけ単語じゃねえや。並び替えシリーズでは続けていこうと思います。だから多分見る方によっては、マジさ、さっさと終わらせろよみたいな風に思う子も絶対いる、これは。うん、それをまあ承知で今回これを始めたので。でも、例えば1問、同じ問題を解くじゃないですか。これは、特に英語でその、その毛があるというか、そういうパターンが多いなと思うんですけど、問題を解けるか解けないか、すごく大事です。ね、だって問題を解くためにやってるんだから、正解不正解って大事でしょ?でも、その問題を解くことで、その問題の部分とは関係ないけど、ゲットできる知識ってのはたくさんあるのね、英語は。それは解説の仕方によると思うんだけど。うん、だから、例えば余計なことを喋って、問題では解けたと。みんな合ってた。合ってたけど、あ、でも、例えばね、そのハイチが喋ったことの中で、あ、やっぱこれ忘れてたな。じゃあ、ここの動画もう一回復習してみようとか、ここの場所ね、問題集でやってみようとかって思うきっかけになったら、それって、この一つの問題を取り上げたけど、まあ三つだけどね、取り上げてるのは。問題を取り上げた中で、なんかプラスになるきっかけが増えてるわけじゃん。問題を解けるか解けないかだけじゃないからさ。で、そういう動画にしたいなっていう思いが強くって、だからこそ準備がすげえ大変なの。こう問題を、一応受験問題、全国の過去問とか問題集、模試とかから持ってきて、ちょっと変えたりとか、そのまま使ったりしたりもあるんだけど、で、一応3問、毎回やろうと思ってて、で、この1問でこういう風に解説したいなって、こういうものを伝えたいなって、で、ここでこの問題を伝えたから、じゃあ2番はこの問題はこういう風に持っていきたいよね、とか。で、この3つの組み合わせをこういう順番にした方が、見てくれた子たちが何かをつかみやすいよな、とかって、すごいシミュレーションをしてるんだね、一応。だから、今回撮った板書を作るのに、何時間だろう、あれ全部で8時間くらいかかってんだけど。まあもちろんそれはね、たくさんの過去問を、プリントアウトして自分で解いて、たくさん。めちゃくちゃ解いた中から抜粋して選んできてるからさ、その時間も含むんですけど。なので、多分ね、もし、好評であれば、もっと早く上げてくださいっていう声もいずれ出てくるかもしれないんですが、ちょっとね、ペースを上げるのはなかなか難しい動画にはなるんですけど、ひとまずそんな思いを込めて、撮ったものですので、まあ、英語が、ね、苦手な方、もちろん苦手な方じゃなくても構わないんですけど、一応そんなシリーズもやっていこうと思ってます。で、もう一個新しいシリーズはまだちょっと内緒なんですけど、一応、そうですね、まあ、8月中、もしくは9月の1週目ぐらいには、スタートできたらなと思っておりますので、これまた英語なんですけど、はい。なので、まあ、英語をね、頑張りたい方は、ぜひ見てみてください。はい、めっちゃ喋ったね。下行こうか。で、この志望校を変えるべきっていうのは質問です。まあ、相談か、正しくは。めっちゃ多かった。この2週間ぐらい、この志望校を変えるべきっていうのが何件だろう。多分、17人ぐらいいたと思うんだけど、同じような相談がね。で、まあ、もちろんその子その子によって、今何点ぐらいです。何点足りないんですけど、みたいな。状況は違うんですが、志望校を変えるべきですかって言われて、まあ、一番に思うことは変えるべきじゃないよっていう。だってまだ8月だよ。うん。
これが受験がまあ1月、まあ、2月か、大体私立は1月かな、まあ、2月とか3月にありますよね、公立が。受験2週間前とかに言われて100点足んないって言われたらさすがに止めるけど、うん、まあ出願もあるしね、もうね、その場合ね。けどまだ8月、まあ9月、まあ9月から考えて9、10、11、12、1月、まあ5ヶ月使えますよね。いや、努力したらいくらでも変わるよ、このぐらいの期間だったら。ただ変わらないものは通知表だよね。え、ほとんどの公立、ちょっと全国全部は知らないんでわからないですけど、まあ、ほとんどの公立がね、なんだ、通知書の、評価とか、あとはなんだろう、まあ、そこにあれかな、英検とか加点方式もあると思うんですけど、まあ、通知書が得点化されるとこが多いと思います。それと当日のテストの得点が多分足されて、まあ、合格不合格が出てくると思うんですけど、通知書も変わらないです。1、2年の時はね。あ、これ受験生向けに話すけど。で、もちろん3年生に関しても、これから出てくる通知は変わりますよね。これからの努力次第で。そう。で、これはね、ものすごい自分の勝手な思い込みというか、まあ、塾講師していく中で、いろんな学校の先生の話を聞くわけですよ。やっぱ塾講師やってると。で、学校の先生ってこういう、うん、タイプの方が多いよねっていう、ことで喋ります。これね、多分学校の先生聞いたら多分怒られると思うんですけど、まあいいです。そう思ってるんで、俺は。三者面談とかね、夏休みに会った方多いと思います。で、結構、厳しめに言われる方って多いと思うんですよ。やめときなさい。君は公立いけないよとか、ザクッと言われるんだよね。でも、たまに相談あるんですけど、親御さんから。塾では、いや、もうちょっと頑張ればいけますって言われたんですけど、学校だと、いや、もう志望校変えてください。二つ落としてください。とか言われたんですけどって、どっちを信じたらいいんですかみたいな。これね、どっちを信じろとは言わないんですけど、別に。こっちが正しいとは思ってないんで。でも、学校の先生の方が、ものすごい安全策を取りたがります。っていう、人が多い。言い方、今ちょっとね、濁したけど。これはね、本当に思う。やっぱり塾講師やってればもちろん面談するでしょ。で、まあ、学校の三者面談終わった後とかに話を聞くんだけど、本人とか親御さんからね。え、なんでそこ、ダメって言うんですかっていうものをたくさん志望校下げてくるの。で、これは別に学校は進学実績が欲しいってのは特にない。特に公立の小中学校だったらね。私立だったらまた別になりますけど。だから、進学実績じゃないんだよね。ただ単に落としたくないんだよね。そう。大変だから。落ちちゃうと。だから、確実に行けるところ進めてきます。っていう人が多い印象がある。俺はね。だから、まあ、塾の先生、が信頼できる先生だったら、これ塾の先生が絶対信頼できるわけじゃないからね、ここは間違っちゃいけないとこですけど、であれば、まあ、塾の先生の方の話を聞いても、まあ、いろんな人の話を聞いたらいい。学校の先生が言ってることが全部違う、それも絶対ダメだから、そういうわけじゃないの、ないけど安全策を取りたがる人が多いなっていう印象はあります、学校の先生は。で、話を戻しますね。志望校変えるべきか、変えるべきじゃないと。5ヶ月あるからね、100点足んないんだったら100点上げましょう。努力で。上がるから、5ヶ月あったら。ただし、それ相応の努力が必要なの。よく質問で、どうやったら偏差値上がりますかとか、どうやったらって聞かれますけど、勉強の仕方に答えはないです。とにかく量をこなしましょうっていう話。ただ、楽をしたいっていう言い方をされると、自分は基本的に楽をする方は教えないですけど、本当の楽っていうのは苦労を知った人しかわからないから、楽っていうのはね。だからそれは違うと思うけど、やっぱり効率的にはやりたいじゃないですか。5ヶ月っていう時間が限られてるんだから、無駄な時間は過ごしたくないよね、できる限り。でもこの質問、なかなか自分メール、まあ今ね、時間的に返せないっていうのもあるんですけど、効率的っていうのはその子の状況によって違うのね。例えばこの科目でこの得点、この単元をこういう風に間違ってる、この単元はできる、だからこそこっからやっていこうねっていう、そうやってやってきたから、自分は塾講師でね。そう、だから、そう、自分はなかなかその質問ね、ピンポイントで答えられないんですけど、努力の量は裏切らないです、基本的に。やっただけ上がるから。ただすぐ花が咲く子とすぐ花が咲かない子が分かれる、これは。で、これも絶対ではないけど、男の子の方がすぐ上がる子が多いです。ただそこで油断してすぐ下がる子も多いです、男の子は。で、女の子の方がちょっとまあ不器用というか、ただ粘り強い子が多いんで、女の子の方がね。これはあれだよ、多いって話だよ、ごめんね、偏見になったら申し訳ないけど。だから
なんだろうな、1、2ヶ月頑張ったと。頑張ったのに得点上がらなかった。いいんです。2ヶ月で上がんなかったら、あと1ヶ月頑張るんだよ。うん。上がるまで頑張るの。それが間に合うか間に合わないかだけの話だからもう。って、俺は受験の時に思ってた。自分が。っていう感じかな。思ってる。まあ、このことは聞いてね、はって思う子のが多いと思いますけど。諦めちゃダメです。この時期で諦めちゃダメ。俺はね。だって、出願するときに決めればいいんだから。今から下げる必要はない。であれば、もしでも、それでも、それでもって思うんだったら、出願するの1月ぐらいでしょ多分。であれば、その時まで、その志望校を目指そう。本気で。100点あげようって。100点足んないんだったら。で、それが間に合わなかったら、下げればいいじゃん、出願の時に。ね。300点取りたいって思ってる子。で、今280点取ってると。300点取りたいって言ったら300点取れるかもしんないけど、400点は取れるようにならないよね。でも400点取ろうと。120点あげるの辛いなって。400点届かないかもしんないけど、370まで行くかもしれないんだよ。高いところの目標を設定しよう。そこは。そこは譲っちゃいけない、絶対に。その分不安はつきまとうよ。それはね、どうしても受験だから。つきまとうけど。と思います。俺はね。俺が自分の生徒だったら絶対に変えさせないもん。志望校。保護者の方が、いや、うち私立行けないんで避けてくださいって言われても、今避ける時じゃないんでって。俺、親御さんに嫌われても構わないもん。生徒が頑張れるんだったら。そう。っていうタイプの人間だったからね。自分はそう思います。はい。っていうね。すぐもう16分。ごめんよ。じゃあちょっとサクッと最後はね。で、真ん中が8月23日、18時からっていうんですが、これちょっともう一個やってるゲーム実況の話なので、ゲームね、興味ない方は本当に申し訳ないんですが、一応ちょっと、なんだ、告知させてください。ごめんね。ゲームフェスっていう、まあ、生で、なんだ、ゲームをやるっていうイベントがあるんですけど、それまあ、これで3回目が、出演させていただくんですが、8月23日の火曜日の18時から20時までの2時間ですね。ゲーム実況を見たことある方は、多分ご存知の方多いと思うんですけど、翔さんっていうすごく有名な、ゲーム実況されてる、自分大好きなんですけど、方と、2時間一緒にね、ゲームをさせていただきます。クラッシュロワイヤルっていうゲームかな、させていただきます。で、もちろん、生なので顔を出しながら、普通にゲームをしてる。だやつなんですけど、もちろん2時間フルで来ていただかなくても構わないんですが、ちょっとなんか少しね、気分転換に見てみようかななんて思う方は遊びに来ていただけるとすごく嬉しいです。で、こっちのチャンネル登録してるけどゲーム実況の方知らないよって方も多いと思うので、別にチャンネル登録する必要はないんで、ツイッターの方からリンクを貼ります。放送直前に、ここクリックしたら見れますよ、みたいな。だからそこをクリックしていただければ、多分生放送ですごい緊張しながら汗だくでゲームしてるおっさんがね、映りますので、あ、おっさんと俺のことね、翔さんじゃないよ。まあね、俺が映りますので、まあ、もしよかったら遊びに来てください。で、最後、重要質問相談についてです。まあ、これは事前にも、あと以前にもね、言ってることなんですが、質問とか相談、今ね、もうこの時期になって本当に、たくさんいただきます。まずね、メールいただいた方、本当ありがとうございました。そして、多分返せてない方の方が圧倒的に多いので、それに関しては本当に申し訳ありません。で、その質問相談する上で、お願いがあります。まず質問です。これは、この問題を教えてくださいっていうのが、ツイッターとかメールでたくさんいただくんですが、送っていただくとき、必ず答えを送ってください、これは。すごい情けない話で申し訳ないんですが、自分、初見で解くことはできるんですが、それが合ってる自信がないんですね。で、ちゃんと解説というか、をメールで返したいときには、合ってることを前提で返したいんです。だから自分が解いて合ってる間違ってるを確認してからお返事をしたいので、必ず答えも送ってください。答えがない方は返信することは絶対ありません。自分は、はい、申し訳ないんですが、そこもよろしくお願いします。で、相談についてなんですが、今回ですね、その志望校を変えるべきっていうのはもう10人以上の方から同じような内容があったので、本人の許可なく今回これ取り上げさせていただいたんですけども、基本的にはメールをちょっと打つ時間がなかなか取れないんですね。で、こうやって、ダラダラ上で口でお伝えする方が、やっぱり時間は取られなくて伝えやすいので、もらった相談をガッて、ダラダラ上で返す時とかも、多分これから出てきます。で、その時に、ダラダラ上で取り上げていいか、良くないかっていうのをメールに書いてください。で、そのことが書いてない方は取り上げていいんだという解釈をしてしまいます。ただ内容によってはね、こっちでストップをかけることもあるんですが、ダラダラ上で取り上げないでくださいとか、って書いていただいて、そこを
いいか悪いかの判断をこっちがね、判断したいので、ぜひそこの協力もよろしくお願いします。で、最後に、質問相談ね、いつもいただいてるんですが、物理的にちょっと、なかなかこうメールを返す時間を確保できないのと、今本当ありがたいことにすごいたくさんいただいてるので、全員にお返すことは、お返しすることができません。たまに、もうな、ね、同じメールをやっぱり何回も送っていただく方もいらっしゃるんですね。10件以上。同じ、本当は多分メールを、なんだ、添付じゃねえや。コピーして多分送っていただいてるんですけど、こんなに送ってるのに返してくんないんですかなんて言われることもあるんですが、そこはちょっとご理解いただければと思います。板書を作る、動画を上げるっていうのが一応メインで、そこをやっぱ停滞させたくはないので、そっちをメインでやって、で、空いた時間頑張って毎日1、2件は返すにはしてるんですけど、そこをご理解いただけると非常に嬉しいです。返せなくて本当心苦しくてね、申し訳ないなって気持ちでいっぱいなんですけど、自分も動画撮りながら返せる分は返しますんで、これからも。はい。お願いします。最後、情けないね。申し訳ないんですけど。すいません、20分超えちゃったね。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第157回テーマ、新シリーズに込めた思いを喋らせていただきました。20分。申し訳ない。でもね、ここまでお付き合いいただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、夏休みは最終週で、ね、8月最終週か。になりますね。なので、まあ、9月こっからこうやっていこうぜみたいな話が一番いいのかな。まあ、それか、相談もたくさんいただいてるんで、相談をまとめて返すっていう回になるかもしれないんですが、また喋りますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。